国会では今日から岸田総理大臣の施政方針演説に対する代表質問が参議院でスタートしました。議論の焦点は引き続き政治と金をめぐる問題です。国会記者会館から中継です。はい、トップバッターとして代表質問に立った立憲民主党の水岡議員は政治と金の問題について国会で議論する必要性があると迫りました。裏金議員は明らかに議員辞職に値します。国会で特別委員会を設置するなど徹底的な議論により全容解明を行うべきではないでしょうか。与野党における議論の場が設けられた場合には我が党としても積極的に議論に貢献をしてまいります。岸田総理はこのように述べた上で派閥が解散してもしなくても関係者が説明責任を果たすよう求める考えも示しました。また野党は政治資金収支報告書を修正した議員のリストを早期に提出するよう求めていて与党側も応じる姿勢を示しています。派閥をめぐっては昨日収支報告書を所属議員が一斉に修正した安倍派はこの後議員総会を開き派閥の解散手続きや今後の進め方について議論します。さらに派閥を存続させる意向を示している麻生派も会合を開く予定です。派閥ごとに解散か存続かの対応が分かれる中、国民が納得できる姿勢を示していけるか、岸田総理のリーダーシップが引き続き問われます。